レオナルド・ダヴィンチによる宗教画、受体告知ミケランジェロによる宗教画、アダムの創造宗教画とは宗教上の目的のために宗教に関する事象を描いた絵画のことである。レオナルド・ダヴィンチによる宗教画、岩屈の聖母礼拝の様子や宗教に関する人物や辞跡、伝説や逸話などを描く。キリスト教の宗教画やキリシア神話に基づいた宗教画などが 特に有名である。読み書きのできない庶民らへの教えのために宗教画が描かれることもあった。宗教画は古くから多くの画家が多様に描いており、時代の変遷とともにそのイメージも変化してきた。中世の社会では権力者の娯楽や、あるいは宗教の権威の象徴的事物として描かれた宗教画などが職人としての画家によって描かれていた。 偶像崇拝を禁じなかった宗教においては、盛んに聖書など教典を題材とした宗教画が制作されていた歴史が見出される。この時流によって画家は宗教家やその宗教を支持する権力者が求める絵画を描き、その意向に沿った絵画を制作することによって手厚く保護されていた。16世紀のイタリア美術はフランドル絵画の影響により風景画の技法が発達し、 特に宗教画でその技法が取り入れられた。イコンなどの宗教画においては、成人の生涯、職業、使命を表すために、アトリビュートが用いられた。画面内に描かれている女性が、オルガンなどの楽器を手にしていれば、セシリアであろうし、車輪と共に描かれていれば、アレクサンドリアのカタリナであると見分けることができる。なお、日本では雪舟などが、宗教画家として有名である。 キーワード、宗教画をすべて含む美術、絵画などのアート作品ならアフロ写真素材、ストックフォトのアフロ。www.aflo.com2020 年11月14日閲覧。ab、宗教画について絵画入門ナビ。k-a-i-g-a-n-a-v-i.com2020 年11月14日閲覧。千足、信行、石鍋真美。 すぐわかるキリスト教会画の味方東京美術2005年9月 ISBN 978から4から808707897ありがとうございます